岩行寺は、奈良県吉野郡下市町、秋の川佐岩の五坊山麓にある寺。浄土新宿本願寺派、三号は、四神山。かしご坊という。当時は、本願寺三世、各女の長子有角の病のあった子五坊を、明王年間に八世連女が、現在地に移転し、吉野地方の布教拠点としたものである。有角は、 南北朝時代の公営2年から上和5年の間、しばしば大和国に赴いており、この頃統当地へ激行したと考えられる。蓮女は明王4年春に下市に岩行寺を建立したとされる。寺倉の金霊くじ明号は明王3年に井新商院に安置されていたもので、これを本尊としたのであろう。蓮女はこれ以前の応仁2年に高野山から十津川を経て、 当地を巡釈し、幼稚伝道の拠点として、当時の元を開いている。蓮女は、明王二年に、多くの末寺を従えて起産した勝江に十一女、明勝を拝して、小林坊の坊を授けた。勝江は一時山城ミスに従したが、明勝が明王九年に没したので、十三女明友を、目取り当時の十字となった。以来、勝江の坊号をもって、自号としていたようである。 明王七年七月に、本願寺旧世実女より下フされた、寺倉の阿弥陀如来絵像の裏書きには、山和国吉野郡五陵の里、秋の川と書かれるのみで活絵の防護や願主名はなく、連如が開いた後活絵が重するまでの明確なことは、わかっていない。願行寺の事号は、天文十九年の裏書きを持つ寺倉の実女絵像が、初見である。天正六年十月十一日、 吉野門との拠点であった当時は、織田方の筒井潤慶によって、い以外の、本禅寺と共に焼き打ちにあった。また本願寺の東西文化に際しては、西本願寺方に従った。戦国時代より、江戸時代を通じて、一家衆として、大和国では、本禅寺と共に、特別な地位にあり、王子は、大和、大海、摂津の本願寺派など74カジを末寺に寺内にも、 三家寺を置いて寺役に当たらせるなど中本山として、自運盛大であった。江戸幕府は、境内一丁五世、三輪四丁四段七世を助地とし、大官交代の際には、表裏両門に生殺を掲げて保護した。また、京法年間には、治療小坊さんの薬草園に、幕府の最悪師、上村佐平寺を使わせ指導させている。本堂、伝女堂、臨蔵、首郎、 大中書院、客殿、栗は室町時代末から江戸時代中期の建築。本堂は焼き打ち後の天正年間の再建でその後も大修理が加えられているが古風な形式を止める本格的な浄土新宗寺院の遺構として貴重なものである。書院南側の庭園は218平方メートルの純平裏庭で奈良県指定名称。 恩健な石組みを主とした枯れ山水庭園で、室町時代末期の築造庭園機構の一つとして知られる。ありがとうございます。